おはようございます。佐々木達人と申します。本日はですね、ワンオーク金沢八景の弁天屋さんから竹岡沖のカワハギをですね、狙ってみたいと思います。竹岡沖はですね、広い砂地で、つぶねが点在するようなポイントなんですけれども、私が一番得意とするようなポイントでございます。本日はですね、そんな竹岡沖のカワハギの釣りをですね、皆様に攻略法をぜひ見ていただきたいと思っております。本日はよろしくお願いいたします。まず竹岡沖はですね、基本的に広くフラットな地形になっております。フラットで砂地で、たまにこうちっちゃい根があるようなポイントでございます。だから大きなこうガレ場というんですかね、みたいなものはないようなポイントです。水深はですね、だいたい15から25メーター、たまに30メーターぐらいのところをやるんですけれども、基本的には15から25メーターの比較的浅めのポイントになっております。ですのでキャストしても OK ですし、足元を狙っていても根掛かりは少ないポイントですので、初心者の方からベテランの方まで広くですね、愛されるようなポイントでございます。私がメインで使っておりますのが、シマノさんのステファーノセメ 177SP という竿でございます。でリールがですね、同じくシマノさんのステファーノの SS の 101HG というものになっております。基本的な釣り方は、私の場合はですね、投げて広く探るような釣りになっておりますので、このような感度に優れた竿をメインで使っております。道糸はですね、 PE の1号を使っております。08とか06とか、ちょっと細めの方もいらっしゃると思うんですけど、私は1号使っております。理由としてはキャストをですね、よく行うようになっているので、ちょっとこう負荷がかかりやすいためですね、いろいろ使った結果、この1号というところに落ち着いております。基本的には私、このような非常にシンプルな仕掛けでございます。中重りも基本的にはまずは打たないで、こういう周期のようなものも一切使わないような釣りを心がけております。仕掛けは自作で、ミキ糸が4号、ビーズはこちらシマノさんのものを使っております。で、重りも基本的なナス型の、小田原型のですね、重りになっております。ミキ管がですね、下から5センチ、10センチ、13センチ、5、10、13というような長さを使っております。下からですね、スピード、ダイワさんのスピード7号7センチ、同じくダイワさんスピード7号7センチ、一番上にですね、ガマカツさんの速攻4号を使っております。基本的に下2つはですね、スピード系、吸わせ系の針を使っていて、上はハゲ針系と開いている針を使っております。で、これでスタートしてみてですね、魚の食いが早いなとか、ちょっとかけにくいなと思ったら、勝負の早い開いているような針、速攻とか、ダイワさんで言うとネオフックのようなものをですね、使うようにして、逆にちょっとスピードが遅いなとなってきたような場合は、ハリスをですね、7センチから10センチに広げてみたりというような使い分けを基本的にはしております。まずアサリですが、このままではちょっと柔らかすぎて使い物にならないので締めていきます。で、使う分だけをですね、こうザルに軽く出して水気を切ります。使わない分は避けておきます。で、軽く水気が切れたら、私よく使っているのはこのバクバクソルト、マルキューさんのバクバクソルトですね、よく使っております。これだと程よく締まって、締まりすぎず緩すぎないと、程よい締まり具合になります。量はですね、結構少なめです。皆さんと比べて本当軽く、本当に表面に塩がまぶるぐらいと、このぐらいでまずはスタートしています。これでちょっと投げてみて緩いなとか、餌が取られるなというようなことであれば、ちょっと足していくような調整をします。で、まぶしたら軽くですね、揉んで、また水が出るのでしばらく置いておきます。ポイントはですね、使う分だけなるべく少量ずつ、アサリを少量ずつ出して塩をかけて使うことですね。乾燥とかそういったところを防止し、鮮度いいもの食べてきてくれますので、少量ずつアサリは出して使うようにしております。アサリの餌付け方ですね、パーツがまず3つございます。水管、ベロ、綿、水管、ベロ、綿の順番に針はつけていきます。まず針をですね、水管に1回引っ掛けます。次にベロですね、このベロはですね、横に長い部位なので、私の場合2回、1回刺して、さらにもう1回、2回このような形で刺しております。最後に綿ですね、一番柔らかいカワハギが
食べてくれる場所ですので、綿に刺して針先はですね軽く出すようなところを心がけております。基本的な釣り方の説明になります。まあ、針に餌をつけた後ですね、ここ一番大事です。旋回して1投目は基本的には足元に落とします。船長さんが一番いいポイントにつけてくれているので、まずは足元から攻めてみましょう。ポイント2つ目、まずは浮いてる魚、中の魚を狙ってみます。投入後1投目は基本的に活性が高い魚多いので、すぐ重りをつけて釣るのではなく、竿1本分1メーターとか1メーター半ぐらい上切ってから、ゆっくりこう誘い下げて中をですね軽く探ってみます。当たりがなくてもですね、もう魚周りにいる可能性があるので誘い続けて、重りがトンとついた時も竿をですね、重りをトン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 とトン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 させ続けて誘い続けます。当たりがないなと思ったら最後に止めてみて0点で当たりを見ると、これが基本になっております。中を探ってみていなければそこまでつける、それでもトントンとして餌をアピールし続けて、で最後に止めて0点で当たりを見ると、これが投入1投目一番大事なことです。私はここ一番気をつけております。次にですね、1投目以降足元になかなか反応が薄いなとなったら、軽くキャストをして探ってみます。糸を斜めにして、ポイントはですね、糸と竿がなるべく垂直になるような角度を保ちます。糸と竿が垂直になるようにしたら、軽く跳ね上げてトンと、でまた重りをトントンとトン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 探って、当たり餌をアピールして、で止めて0点で当たりを見る。当たりがなかったら 1,2 回リールを巻いてカーブフォールをさせて、中で餌を見せて着底で、またトン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 して餌をアピール、止めて0点で待つ。これの繰り返しになってきます。細かくはですね、現場行ってから実際に見ていただければと思っております。ある程度釣りをやってみて状況が分かってまいりましたので、ここからはですね、釣り方を見ていただきたいと思っております。状況としてはなかなかこう横の誘い、速い誘いには魚が乗ってこないと、でかつ縦でこうキビキビ動かしていてもついてこないと、つまり重りをつけて仕掛けをこう横にするような釣り、これがですね、おそらく今日の釣れるパターンに近いのかなというふうに考えております。とはいえ、まずでは釣り方をお見せしたいと思います。流し替え1投目ですね。1投目をほんのちょっとだけ投げてから着底させます。1投目はですね、朝もお伝えした通り、一応縦で魚の状況を探ってみます。重りがついたら竿1本分ぐらい上げてですね、上からゆっくりと竿を軽く揺すりながら下げていきます。で今日はですね、上じゃあまり当たってこないと、そこギリギリなので、ちょっと早めに誘い下げていって、でボトム近くなったら重りをトントンボトムに当てたりとかトントンしたり、もしくはちょっとだけ重りを切って揺すって誘ってさらに止めとくと、これ一応当たりを見ております。今中で当たりを軽く見ていて、当たらないのでもう一回下げて、今重りがつきました。ちょっと軽くトントンと重りをつける、離すトントンとして少しやって餌を見せて止める、0点ここで当たりを見ます。ここでも当たりがなければ中重り1号をですね、ビーズ一番上のちょっとだけ上に打ってあるので、重りをそこまでつけて0点で当たりを見て、なければその中重りを軽く揺すってあげます。軽く揺すって、でまた0点で当たりを見る。今日はですね、下道としてはやはりトラギスが多いですね。下の針にかかってくることが多いトラギス、あとはですね、北枕とかサバフグとかフグ系もいるんですけれども、針がこう全部取られちゃってないよとか、そこまでひどいような状況ではないです。ですので重りをそこに置いておいても比較的は問題なく、釣り自体は成立するような
そんな海になっています。次はですね、斜めの釣り、キャストしてからの釣りをご覧になっていただきたいと思います。普段であれば割と早く竿を揺すって手前に手前に誘ってくるところですが、ちょっと今日はですね、魚が横の誘いになかなかついてこないというところもあるので、ゆっくりめの誘いをお見せしたいと思っております。まず着いたらですね、重りをトントンと竿先で感じながらトントントンと手前に動かしてきます。でこの間でコツと、砂じゃなくてつぶねみたいな、底の質が変わったなと思ったらこう止めてみて、あたりを見てみます。あたりがなければさらにですね、中重り打ってますので、中重りを軽く揺すってあげて餌をアピールして、またゼロ点で見ると。それでも当たりがなければ一回切り返す、竿を大きく上げてカーブフォールをさせて、そこについたらもう一回トントントンと竿で重りをですね、こづいて、そこの地質を感じながら、で、あ、つぶねがあると、そこの質が泥とか砂じゃなくなったら止める、でゼロ点で当たりを見て、当たりがなければさらに中重りを打ってるので軽く揺すってあげる。この揺すり幅はですね、下に落ちて中重りの重さを感じられるぐらいの揺すり幅にしてください。あまりこう勢いよくたるめすぎてあげるって、そういうパターンでも釣れるときはあるんですけれども、基本的には中重りを感じながら下げて、下道ですね、中重りを下げながら、中重りを感じながら下げて引き上げる、そういうの繰り返しになります。今みたいにあまりたるませすぎると、このトラギスの餌食になってしまいます。まあ、ちょっと今ですね、なかなか投げても当たりが遠い時間が続いてしまったので、一旦足元を見てみます。足元の釣り、もう一回おさらいですが、着いたら軽く1メーターぐらい切ってから竿を揺すりながらボトムの方まで持っていきます。で、重りが下についたらトントントンとやってゼロ点、ここで当たりを見る。当たりを感じなかったらさらに中重りを打っているので、たるませながら、中重りを感じる速度でたるませ、中重りを感じる速度でたるませて当たりを見てあげる。今ちょっと下にトラギスがいてうじゃうじゃとしているので、そんな時はですね、軽く重りを切って、ずっとその場に留め続けないで一回切ってやり直します。今は結構足元をですね、丁寧に探っております。今はですね、ちょっと中、本当に重りちょっとだけ浮いた、ちょい中って言われるところで、ゆさゆさと揺すって、ちょっとついちゃいましたけど、ゆさゆさと揺すって今止めます。で、当たりがなければ下げていって、重りをボトムについたらトントンと動かしてあげます。まあ、ここは砂ですね、砂地ですね。つぶねみたいなところがあったら50センチとか1メーターとか上げてもいいんですけど、まあ、砂地なので一旦重りを下につけながらトントンとして、次ゼロ点で当たりを見ます。ないなと思ったら中重りを揺すってあげる釣り、さらにマイナスの釣りに移行していってあげます。お、来ましたね。今中、ちょい中で探って当たりがない、でゼロ、ボトムつけてトントンしても当たりがない、でゼロ点で待ったけど当たりがない、で最後にマイナスの釣りに移行したら、あの重りをマイナスですねの釣りに移行したら、クッと持ってってくれましたね。とこのように釣れました。今度はもう一回横の釣りやってみたいと思います。振り子で軽くキャスト、着底まで待ちます。横の釣りは基本的には竹岡は非常にフラットな地形なので、つぶね、根みたいなところを探すことが基本になります。重りをトントンとやって、トントンとやって、底の地形を感じます。
砂じゃないコツとかゴツゴツっていうところがあったらそこでちょっと止めます。で0点で当たりを見てなかったらまた中おもりを打たせる釣り来ましたね。今砂地じゃないつぶねみたいなところがあったのでそこで止めて0点で当たり見たけどなかった、じゃあ中おもりを打ってみるかということで中おもりをふわふわとさせてる間に勝手にひったくって言ってくれました。これもですね見ていただくとお分かりになるかもしれないんですけれども、おっと10センチのハリスに食ってくれています。しかもこれですねがっつりとしっかりとかかってくれています。こういうふうに揺すってる間にうまく誘いが入るとスッと川張りがスッと口の中に入ってで勝手に持っていってガガガガッとかかってしまうと、今はちょっとそういう釣りがメインになっている、今日のこの状況ではそういう釣りがメインになっているのでその釣りをやってみました。バッチリ釣りました。よくどのぐらい揺らせばいいのとか重りってどのぐらい使ってんのというふうに聞かれるケースがあります。今からそのあたりの解説をしてみたいと思っております。今これ海の中仕掛け重りがつきました。でまずどのぐらい揺らせばいいのということなんですが、イメージとしては重りが中重りがべったりとそこにつかないでかつピンと張りすぎない、本当に45度から垂直近くまでこうふわふわとこういうふうに海中で動いているのが理想的な流れになります。じゃあそれって中重り大事じゃないの、竿の角度大事じゃないのということなんですが、おっしゃる通りです。中重りはですね、竿を下げた時にストンと落ちすぎない、あとは全然落ちていかない、そこじゃない中間の重さというのをこれはですねちょっと感じていただくしかないっていうのが正直なところになります。イメージとしては竿をこう送って竿を送ってあげた時に送るスピードよりも早く落ちちゃう時、それは中重りが重すぎるということ、逆に竿を送ったのに全然糸が入っていかない、それは軽すぎる、つまり竿を下げて糸を送った時に竿の下げるのと中重りのスピードが同じぐらいになる、これがですね中重りが合っているという証拠です。なので中重りは 0.5 号から2号、このあたりを準備して竹岡沖ですとだいたい1号とか 1.5 号を中心に時にはもう 0.5 号まで落としますし、時にはもう4号ぐらいまで重くするような時もあります。それはその時の潮の流れとか自分の釣りの角度とかそういうところに合わせて変更していただく、そういう必要がございます。お釣りはですね竹岡沖ならではの釣り方に、ならではというより竹岡沖でよく使える釣り方、キャストの釣りですね。竹岡というのはご存知の通り非常にフラットな地形です。砂地があってたまにつぶねがあるようなポイントですので、自分でキャストしてそのつぶねを探すというのが非常に大事になってきます。でキャストなんですけれども、よくキャストが伸びないとかどうやったらそんな飛ぶのと聞かれるんですが、非常に簡単です。まずは仕掛けは基本的にシンプル、周期はつけない、飛ばないっていう人は中重りもまず外して自分が飛ぶ竿の動きっていうのをイメージしてください。体で覚えてください。次に重りの位置なんですけれども、長すぎない、本当に竿より長い、これは長すぎる、逆に仕掛けの一番上まで巻いちゃってる、これだと短すぎる、なので竿よりちょっと短いぐらい、このぐらいですね、このぐらいの垂らしを持ってキャストをします。キャストで一番大事なのは竿の反発を生かしてあげること、力任せでやっても飛びません、竿の反発を生かすことです。なのでまずはクラッチを切った状態で重りをふわふわとさせてあげます。でふわふわさせると重りが下に来た時に竿にグッと重りが乗るのが分かると思います。まずふわふわさせて下に来た時にグッて乗る、グッて乗ったタイミングで竿を離したりリリースをすると
何も力入れずにあのぐらいは軽く、だいたい20メーターぐらいですかね、は軽く飛ぶようになります。ここで注意点なんですけれども、重りをグッと竿をブンって離すようなことは決してしないでください。竿に非常に負荷がかかってしまいますので、もう真ん中からバキッと折れてしまうと竿の破損につながるので、あくまで竿の反発を生かして軽くこうポンと軽くリリースしてあげるということを心がけてください。これがキャストのポイントです。で続きまして、よく当たりが取れないという方いらっしゃるのではないでしょうか。それも竿の角度、糸と竿の角度、これを意識するだけでぐんと当たりを取れるようになります。じゃあどんな角度がいいのというと、基本的には竿と糸の角度が90度、基本的には90度になるように構えてあげてください。この構えですね。これが一番当たりが竿を生かしてあげる角度になっています。なので基本的にこう重りをトントンとするような時であったり、軽宙で誘うような時も糸の角度に合わせて竿の角度を変えてあげる、これが重要です。例えば宙吊り、船の真下になると重りは基本的に縦になります。そういう時は水平に構えてあげる。逆にフルキャストをする時は糸がまっすぐ出ていきますので、そんな時は竿を立ててあげる。糸を直角にする、竿に対して糸を直角にすることを心がけてください。そうすると今まで出なかったような手に来るような当たり、それがですねバリバリっと出るようになりますので、当たりが出ないなと悩んでいる方、ぜひ竿の角度ちょっと注意してやってみてください。お疲れ様でした。いや今日はですね、私12枚ということで積み消するのが、やっとでございましたと。前半はですねやや後ろの方に流れて、で10時ぐらいからかな、前の方に流れていくような潮でございました。で今日の釣り方としてはですね、やはりマイナスですね、こう中重りを揺らしてテンションを抜くような釣りがですね、1日を通して、当たりが出たかなというふうに思っております。で途中でですね潮が淀んだタイミングで宙でパタパタと何枚か釣ることもできましたので、やっぱ潮が淀んだタイミングとかは宙でやってみてもいいのかなというふうに思いました。そうですね、ちょっとここ最近同じような釣れ方ですけれども、例えば死刑で一発海が変わるとまたガラッと釣れ方が、魚の食いが変わって釣れ方が変わるということもあると思いますので、ぜひ皆さんも竹岡沖に足を運んでみてはいかがでしょうか。本日はですね金沢八景弁天屋さんにお邪魔しました。ありがとうございました。